こんにちは、ヴィンセントです。今回は、折原伊豆谷降臨を酒井とシャナ使って攻略していきたいと思います。リーダフレはね、逆でも OK です。ではまずは酒井ですね、武器はマグニートを採用しました。副属性ね、火に変えれれば何でも OK です。でアシスト無効回復の、潜在推奨ですね。はい、でシズはボス戦でシールド破壊できるので非常におすすめですね。で武器はドフラミンゴで3ターンヘイストであれば何でも OK です。はい、でルフィはね別に何でもいいんですけど、火力出れば何でもいいって感じですね。で武器はレディーナガンだったかな、非常にこれ、活躍してくれます。複数ターンね、ダメージ吸収無効化してくれて、コンボ加算、ここの採用ポイントとしては3ターン以上のコンボ加算とダメージ吸収無効化、夏プレーナとかあの辺でもいいんですけど76番目に変えてくれたりとかね、まあ、非常に優秀なので採用しました。まあ、副属性ね、闇になってしまうのはちょっと残念なんですけど、まあ、あまり気にはならないと思います。はい、でジャスティスガンダムは火力も出せるし、まあ、ルーレットループ、まあ、非常に強いので採用してます。で、まあ、裏何でもよかったんですけど強利で、まあ、とりあえず軽減貼ってみました。本当に何でもいいです。はい、で車内1体目には、まあ、操作時間ある程度伸ばしたいかなっていうのでまあ、ファシル採用しましたけど、まあ、本当に何でもいいかなと思います。無効貫通とかも組むことないので、まあ、操作時間もね別にそこまで盛る必要もないなとは思いました。でフレンドのシャンナにはメビウスがついてますね。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層です。1階層は、とりあえずシャナをね、変身させていきます。で、ジャスティスガンダムの、裏ですね使って軽減貼って、でここで、酒井使ってヘイストで、シャナ2体使って上限値アップさせてからシズ使って3ターンヘイストですね。でそうするとジャスティスガンダムのスキル溜まってくるので、3体ね上限値をアップさせます。そうしないと最初ね水属性でちょっと相性が悪いのでちょっとワンパンするのになかなかね大変だったんですけど、まあこんだけ火力出せば OK です。でルフィもねこの裏の42億もしっかり出したいなと思って、闇をね組んでます。はい、で3ターンヘイストをかけたおかげで、ここでね酒井使えるので2階層は酒井使って覚醒無効解除で、シャナ使って、はい、まあ火2セットで全然 OK ですね。でまあ、回復力もね高いので、まあ、別に毒耐性とかね対応しなくても別に全然問題はないと思います。はい、で3階層ねこいつ結構嫌な敵なんですけど、まあ、超暗闇だったりしてきてなかなか見にくいので、でコンボ加算、コンボマイナスもしてくるんですけど、まあ、ここでねルフィの裏の、ナガン打ってでやってあげると、3コンボマイナスじゃなくて実質、2コンボプラスの状態になりますね。で4ターンの間ダメージ吸収も効いてくるので、次の階層でねアシスト剥がしてくるので確実にこの階層でね打っておくといいと思います。はい、で火半減ついてるんでワンパンできなくてね2パンになるんですけど、はい、まあ4ターンだったかな、ナガンのスキルは結構長い間ね効くので、なので、まあ、この階層入ったタイミングで打ってもらって全然 OK という感じですね。はい、で4階層ここで、アシスト無効になってしまうんですけど、はい、まあ酒井でね L 字組んであげれば解除できます。ただ解除できるんですけど下の方の火がねこれ暗闇がどうやら火だったみたいで1個しかね L 字組めなくって、はい、まあなんで2ターン分しかね解除できなかったので、この半分攻撃した後に、はい、まあ解除となりますね。で、まあ、軽減ループというか7ターン8ターン軽減張ってるんでほぼほぼ軽減ループ状態にはなってるんですけど、まあ、そこまでね別にやらなくても全然耐えれる攻撃だったので、はい、まあ、本当に強力の部分も何でもいいですね。でボス戦は10ターン以下ねコンボ吸収あるので、まあ、最低限でしっかり組んであげて11コンボ以上出るようにって感じですかね。まあ、こんな感じで全然ね組んでないんですけど、これで11コンボ出るので OK です。で属性吸収もね、まあ、光と闇で関係ないので、まあ、無視でいいと思います。
はい、で後半戦は54番面プラスシールドにしてくるので、ここでシズ使ってシールドはまず破壊して、はい、でシャナ使ってね、54番面だろうが、全然関係ないので、はい、まあ、こんな感じで普通にね組んであげます。はい、まあ、非常に簡単なのでね、激うまガチャももらえるので、ぜひねクリアしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。